はい、どうも、ゆうすけです。今回は、勉強中毒になる方法について話していきたいと思います。どうして、勉強は続かないのに、SNS はずっとスクロールしてしまうのか。簡単なんですけど、これって依存してるんですね、依存。でも、もし、勉強に依存できたらよくないですか皆さん、そう思いませんか実は、 脳の仕組みを理解して勉強のやり方を変えればやる気ゼロでもずーっと勉強が続けられます今日はそのことについて話していくんですけど早速やり方の説明に入っていきますまずそのやり方はある一つの方法を使うんですねこれがポモドーロテクニックですポモドーロテクニックもしかしたら知ってる人がいるかもしれません このポモドーロテクニックは25分間勉強して5分間休憩する。これをワンポモドーロって言うんですけど、これをずっとするっていう勉強法ですね。で、たまに結構疲れたなとか、私の場合は4ポモドーロして、で、その後に30分間長い休憩を取るとか、まあそういう方法なんですけど、実はこのポモドーロテクニックが 科学的に最強なんですねこの方法があなたを勉強中毒にさせるので,でその話を科学的にしていこうかなと思いますまず私はあのー、勉強中毒というか仕事中毒なんですけど今20歳で自分で起業して友達と一緒に日本語を教えたり今こうやって YouTube をやったりしていますでずっと YouTube の方とかやってるんですけどもうずっと仕事してるんですよ仕事中毒ですでこの中毒っていうところなんですけどまずどうやったら中毒になれるのかまず SNS 中毒から説明していきたいと思いますそして中毒の仕組みを理解していってほしいと思いますまず SNS を見てるといつの間にか 1>, 1時間経てたりしますよね。でもこれって面白いい動画を見てるからじゃないんですよよく勘違いしちゃうのが面白い動画がたくさんあるから依存しちゃうと思うんですけどまあ確かにそうなんですけど実は脳、NO、は「いいね」とか「面白い投稿」そのものじゃなくてですね次に何が出てくるかわからないという予測に反応してるんですよ。 次どんな動画が出るかなって無意識に頭が思っちゃってでそういう時にドーパミンって出るんですね、まあ、このことについて話していきたいと思います SNS をスクロールしている時にドーパミンは「いいね」をもらった瞬間よりも次に何が出てくるんだろうという予想と結果のズレに強く反応しますつまりもしかしたら面白い投稿があるかも という予測と実際に面白い投稿が出た時の当たったがセットになってドーパミンが出るでもう一回だけ見ようと思わせるでまた動画を見るでまた面白いのが来る期待してたよりも面白い動画を見てでそれでまたドーパミンが出てでもう一回スクロールするっていう中毒これがドーパミン中毒スクロール中毒の仕組みですはいなので動画そのものが あなたを中毒にはさせるんですが、どちらかというと期待ですね。期待をしてで結果が出てきてで予想していた結果よりも高い時とかあとはこのワクワクしている時そういう時にドーパミンって出るんですよで、まあ、これが簡単な中毒になる話なんですけどこれを勉強に応用してほしいんですねこれを勉強に応用すると例えば100単語覚えよう って決めるじゃないですか。例えば、100単語を覚えようと決めても、最初って1単語、2単語、3単語ってやると思うんですけど、100単語の終わりまですごく遠くないですか。だから、ゴールが遠いから、脳が全然期待できないんですね。期待ができない。だから、ドーパミンが出にくくなるので、なかなかやる気っていうのが、まあ、出にくいんですね。なんだけど、 このポモドロテクニックで25分で30単語するっていうルールを決めてやるといけそうだなって思うじゃないですか25分で30単語なら終わるかもなまあこれは皆さんで自分なりに決めてほしいんですけどこのいけそうだなっていう感覚がドーパミンを出すんですね予測をした時にまずドーパミンが出てで実際に終わるじゃないですか例えば思ったより 早く終わったり30個のつもりが40単語終わってたりそういう時に予想してた結果よりも少しいい結果が出た時にこの誤差ですねこのズレがまたドーパミンを出すんですねなのでここでドーパミンが出るとまた次の25分頑張ろうっていうようになりますはいつまり この小さなできたっていうね、この25分のできたっていうのが積み重なって、脳がこのパターン気持ちいいって思うわけですよ。またこのやり方をやりたい。このやり方は正しいんだって思うようになって、やるっていう。スクロールする仕組みと同じなんですけど。だから簡単に言うと、このポモドロテクニックは、まずこういう観点で中毒にさせることができます。なんですが、5分休憩するじゃないですか。5分休憩すると思うんですけど、 実はこの休憩がめちゃくちゃ大事なんですよ。しかもこの休憩は逆に休憩した方がもういろいろメリットがありすぎて休憩した方が頭良くなるんですね。そのことを話したいと思います。まず、まあ、そんな短い休憩いるのかって思うかもしれないんですけどそのプロスワンっていうなんていうんですかいろんな論文がある、まあ、図書館みたいなのがあって でそこに掲載されているアルブレスクらの研究ではこの10分以下の短い休憩マイクロブレイクって定義したんですけどこれを取った人ほど疲れが回復して集中力が上がるっていうのが分かったんですねたった数分の休憩で人のパフォーマンスがめっちゃ上がったっていうのが分かってますまあこれは想像つくと思うんですけど。でもやっぱり研究がこれを ま説明しているっていうのがありますね他にもニューヨーク大学の研究によると勉強の直後に静かに休むことで海馬と大脳皮質ちょっと難しいんですけど海馬と大脳皮質の結びつきが強くなって後で思い出しがしやすくなるんです思い出すことが簡単になるつまり記憶に定着しやすくなるんですねつまり詰め込む っていうよりも分けて繰り返すような勉強の方法が、まあ、記憶に残りやすいということですこれはカルフォルニア大学のサンディエゴ校の研究でも同じ学習量でもやっぱり休憩した方が長期記憶に残るそうです同じ勉強量ですよ同じ勉強量を50分やるよりも25分やって5分休憩して25分やってってやった方が 記憶に残るんですね。だから逆に休憩した方が記憶に残るんですよ。それをちょっと皆さんにしてほしいなっていうふうに思います。なんですが、まあ一つここで言いたいのが、休憩中に絶対しちゃいけないことがあるんですね。それが、スマホを触らないことです。スマホを触らないこと。なんでかっていうと、スマホを触ると脳が休めないんですよ。単純に。まあ知ってる人は知ってると思うんですけど、 ま、先ほどのスクロール中毒でもそうなんですが、スマホってめっちゃドーパミンを出すんですね。なので、勉強に戻ったときに、そのドーパミンを出しすぎて、休憩の時に、集中できないような脳になっちゃうんです。だから、スマホは触らない。で、これ面白い研究があって、テキサス大学のオースティン校の研究では、スマホは使っていなくても、机の上に 置置いいいいてててあるるるだだけけででで集中力力や思考ががが下がるととうここ分かかってます。すすれやばくなよ。どんだけ意志が強くて触らないと思ってても置いてるだけで脳は通知が来るかもと無意識に気を取られるらしいですだから通知が来るかもっていうある意味期待ですよねこういうところにまず脳を使っちゃってるっていうのがもったいないですねだから机の上からスマホを完全に消す これだけでも集中力がすごく変わると思います。はい。ぜひ勉強するとき、仕事をするときはスマホを部屋に置かないようにしてください。はい。で次の話はこのポモドロテクニックって25分じゃないですか。何で25分なのかっていう話です。これペンシルベニア大学の研究によると、この脳の、no, no. ノルアドレナリン系っていうのがあるんですよ、まあ、ちょっと難しいんでなんか、まあ、そういうのがあってでそこに2つの、まあ、脳の状態があるんですなんか集中のレベルをコントロールしてるのがあるんですけど2つの状態があって1つがトニック活動あと1つがフェーシック活動っていいますでトニック活動っていうのは簡単に言うとなんかぼんやりしたり気が散りやすかったり している状態ですね。まあ、うまく集中ができていない状態。疲れている時に多い、e。そういうのを、まあ、トニック活動って言うんですけど、逆にこのフェイシック活動っていうのは、短時間で集中力が一気に高まっている状態。だから、まあ、集中モードですね。で、最もパフォーマンスが高いのは、その中間なんですよ。つまり、フェイシック活動でありながら、 トニック活動ではないだけどいつかはトニック活動になっちゃうんですね疲れたらはいだから疲れそうな時に休憩をしてでまたフェイシック活動を維持しようこれがポモドロテクニックなんですでまあ人にもよるんですが最適なのは、まあ、私が覚えてるのだとだいたい30分とか20分とかそこら辺で。 ここで思い出してほしいのが25分っていう勉強時間があるじゃないですかで。これはある意味制限時間なんですね。先ほど言ったように25分のうちに30単語を覚えよう。この制限時間のうちに何かを終わらせようって考えるじゃないですか。この制限時間があなたをこのやらなきゃってさせるんですね。制限時間以内に終わらせなきゃって。そう思った時にこのフェイシック活動になりやすいんですね。 なんですがまあずっと勉強してたらいつかはトニック活動になっちゃうので5分ずつ休憩してずっと集中しているような25分を維持しようっていうのがこのポモドロテクニックになりますどうですかめっちゃ科学的に最強じゃないですかなのでぜひこの方法をやってほしいと思いますはい終わりなんですけどつまり意思の力じゃなくて仕組みの力で集中できるようになってほしいんですね ドーパミンのそういうまあ予測とか期待して実際の結果が出てそういう誤差が生まれると思うんですけどこれをうまく勉強に利用してえ勉強にまあ中毒になってほしいなっていうふうに思いますただですねこの方法をする前にもし自分がまあスマホ依存症だと思う方は一度ドーパミンデトックスの 動画を見て欲しいなっていいなうに思います私が簡単に説明しているのがありますしもっとたくさん YouTube にいろんな動画があるのでそちらの方を見てほしいなっていうふうに思いますで、まあ、勉強中毒になるっていうのはその才能じゃないんでよく努力できるのも才能っていう言葉もあるんですけどそれは仕組みが悪いからなんですよ勉強する仕組み努力する仕組みが悪いので努力する仕組みを作ってほしいなというふうに思います 私たちは年内に1万人を目指しているので、ぜひチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いします。そして今回の動画でためになったとか、他にもこういうことがありますよとか、そういうのがあったらコメント欄で教えてほしいなというふうに思います。また次回の動画でお会いしましょう。じゃあね